皆さんおはようございます。エペボーチャンネルです。本日は2月14日木曜日、バレンタインデーですね。本日も音楽と機材妄想を胸に元気に過ごしてまいりましょう。さて、本日の新規発投稿は、まさひでさんからのね、ちょっと大型の、えー、ボード投稿になっております。誠にありがとうございます。えー、で、解説を読んでね、なるほどなぁと思ったんですけれども、えー、右側にあるね、これ、えー、ループスイッチャーでね、用意したこの、えー、コンパクトエフェクターのね、ボードなんですけれども、左にはね、GT10 ということで、えー、それぞれ別々で使えるんじゃないかなっていうぐらいのシステムなんですが、えー、あえてですね、このループさんの、えー、スイッチャーのところにですね、えー その GT10 を通しているというところがですね面白いですよね。このモジュレーションと飛び道具系を使ってるみたいなんですけど、そのサウンドがねとてもお好きなんでしょうね、とってもいい音するんでしょうね。ということでね改めて GT10 の、えー、サウンドにもねちょっと注目したいなと思いました。えー、それから最後にね、えー、今日の注目の1台は H2O ですね、えー。以前この H2O のホームベース型のものがねビジュアルサウンドから出ていて、これは世界的にねヒットしたコーラスとエコーが一体になったエフェクターだったんですけど、今回はですねアップデートしてですね、えー、インプットとアウトプットがですねそれぞれ、えー、エコーとですねコーラスが独立してるんですよ。 これは面白いですよね。やっぱり、このコンパクトエフェクターの楽しさというかですね、例えば先にエコーをかけて、その次にコーラスかけるということもできるわけですよね。通常の一体型のエフェクターだと、セオリー通りにですね、モジュレーション先、最後に空間系という形で、インプットもアウトプットも一つずつだと思うんですけど、これはね、それぞれ独立しているというところでね、非常に面白いなと思いました。あとはね、エコーと言いましたけど、前作の方もね、800ミリセックまであったので、そういう意味ではね、十分ディレイとしてもね、お使いいただけると思いますので、ぜひともね、お店の方 方で試走していただきたい注目の一台だと思いますそれではねバレンタインデーの本日もエペボの方を楽しみいただきたいと思いますありがとうございました